最後に本日ずっと最初から終わりまでお聞きくださっていただきました立花センターがいらっしゃいますので全体を通じてまずコメントを頂戴したいと思いますが今日は本当にどうもありがとうございました良かったから発表いただいて今ちょうどディスカッションを聞かせていただいたんですがこの委員会っていうのはそのイノベーションというものをどういうふうに、応援すればいいんだろうとか、それが人材であったり、あるいは役所の人能であったり、あるいはその研究テーマの選び方であったり、まあ、要はその、なんていうんですかね、この委員会の性質上、個々のイノベーションではなくて、そのイノベーションというものをどうすればうまくいくんだって話があるものですから、そしたらその点、なんていうか、形とか枠組みとかで手厚く合わせる人になっていくんだろうと、このように実は思っていたんです。で私なりに総務省で3ヶ月前でお邪魔させていただいて、例えば自分なりの最初に一番、せっかくこういう機会ですから、さっき話に申し上げて、一番最初に思ってたことは何かというと、携帯電話が日本の携帯電話を負けてますねと、テレビは厳しいですねと。携帯電話もそうですし、このコンピューターもそうなんだけど、ハッと気がついたら全部 OS って、なぜか外国のものを使ってますねと。なんで日本人が日本の OS 使わないんだろうというのは僕実はずっと素朴な疑問で持っています。例えば航空機でようやく最近また中型の航空機まで作れるようになったけど実はジャンボジェットを日本を作ることはできない。それから今言ったように OS を作ることができないと。また日本なんか何でも作れて何でもできるはずのような気がする。そのデバイスも全部できるんだけどあることになったら実は日本はできない分野がある。これが実はちょっと自分なりには不思議に思ってまして、かといって友人の人はできないけど固体ロケットなんか作れて、早押さみたいなことができて、固体ロケットをもう一度再チャレンジするって今新しい固体ロケットまた衛星の固体ロケットを作るんですが、こんなところでなんかやっぱりこうグリーンイノベーションライフイノベーションということで、こういろんなイノベーションをこうセルとしてもやってるんですが、先ほどちょっとお話しあった研究開発費これだけ国が使ってるけどそれが全部うまくいってるんですかなんていうことを考えた場合に、一つはやっぱり何かこういったことをこんなことをやってみたらいいんじゃないかっていうのはもう少しやっぱり国も出していかなきゃいけないのかなっていう感じもリスクでっていうことも含めて実はそんな感じも持っています。それでまとめに入ると今日おっしゃっていただいたから総合プロデュース機能であったりやっぱりそういうリスクテープしたりこの事業界に乗り越えていくためのそのファンディングであったり、あるいはそのテーマのこう選び方、あるいは多産多死になってもいいからこうたくさんのものを受けていくとか、こういったことを一つ当然総務省もまた一つの研究開発予算をやってますから、そのものを生かし方使い方で考えるとともに、例えばなんかそういうこんなイノベーションやこんな分野もやっていかなきゃいけないんじゃないかっていうところがあれば、そういうものがこう見えてくるのは私自身としてはいいかな。そうすると結果として日本の製造業とか日本の技術がまた世界で大いに役に立つということになればいいなということを、総務省のフィールドで考えると実は持っているというところであります。もう少しまた何回か皆さん方順番のまた選挙の方々に聞かせていただきながら、この事務局としていい形でまとめて、特にやっぱり新藤大臣もぜひアウトプットということがあるものですから、私ども責任がありますけど、26年度の予算と施策の中で皆さんにご指導いただいたことでこんなことできたと、ここで皆さんに喜んでいただけるように努めていきたいと思っております。いわゆる今日聞いた感じでこのところはそのあたりでございます。はい、どうもありがとうございました。